初めまして僕は微生物の研究をしている慶應義塾大学環境情報学部4年の伊藤浩平といいます本日は僕がとても大好きな微生物についてお話ししたいと思います早速ですが右側にある写真こちらは微生物をシャーレ状に培養している写真です本当にこの写真だけでも分かると思うんですけどもいろんな色の微生物がいたりとかいろんな大きさの微生物がいたりだとか、まあ、いろんな形の微生物っていうのがこの世の中には存在していますそんな微生物の魅力を今日はお伝えできたらと思います 微生物と聞くと皆さんが一番パッドをイメージしやすいものの中に腸内細菌があるんじゃないかと思っています人のおなかの中には腸内細菌がたくさんいます重さでいうと1キロから1 5キロ程度種数でいうと500種から1000種程度の腸内細菌が存在しています そしてヨーグルトなどの健康食品を食べることによって僕たちは腸内細菌のコミュニティに変化を与えて自分たちの健康を守ってくれるまあこういうことが知られていますもちろん腸内細菌以外にも自分の体の中にというのはとてもたくさんの微生物が存在しています口の中には口内細菌がいます 皮皮膚膚の上には皮膚上菌がありますそのように僕たちというのは本当に微生物に囲まれて生きているんですね。そのような人の体の中にいる微生物がいろんないい影響だったり悪い影響を僕たちに及ぼしているということは近年の研究でとても分かってきました。そのの一方で人の外側にいる微生物が 僕たちにどのような影響をを与えるかかそそれははまままだ一切分かっててておりませんそのようななこととに対しし僕はとても疑問を持ちましたなぜ体の中にいる微生物はこんなにいろんな働きを知られているのにかかわらず外側にいる微生物の影響というのはあまり知られていないんだろうということで僕は一つの実験場所を用意しましたそれがどこかというと日本の都市です日本の都市東京大阪名古屋の3大都市には人口の半分程度の人が住んでいます とても都市には人が多くなっているというのう傾向は世界的にもそういう傾向が知られています果たしてその都市皆さんが住んでいる都市というのは本当に私たちの健康にとって最適な場所と言えるのでしょうかそこで安全に暮らしていけるのでしょうかところで皆さんこちらに来るにあたって電車やバスなどの公共交通機関を使ってきた方が多分ほとんどだと思うんですけども日本には複雑な公共交通機関が存在しています 毎朝、電車はとても混みますしバスなどもとても混んでいると通勤・通学ラッシュの時はとても混んでいますで、人がぎゅうぎゅうに押し詰められて満員電車で運ばれていくということですそうなってくると僕は社会問題が2つあると思っています一つは何かというと公衆衛生が悪化することです どのようなことかというと、例えば梅雨の時期や夏などに満員電車に人がぎゅうぎゅうになって押し込めて運ばれていくと、中がとても汗臭かったりとか、もちろんいろんな匂いがすると、そういうのがかなり公衆衛生の悪化、例えば湿度がめちゃくちゃ高くて、ちょっとなんかもわもわするなとか思ったりとか、そういうことがあると思います。そして2つ目は感染症の拡大です、これどういうことかというと、冬などにインフルエンザや溶連菌などの微生物を由来とした病気がとても罹患する人が増えます。 これはやっぱり電車などの密室のような空間だとそういう微生物の交換が行われてかなりそういう病原菌が広がってしまうということが懸念されていますなので私たちが住んでいる都市というのは意外にも危険なことがたくさんあるんじゃないかそんなに僕たちは普通に暮らしてますけどその場所っていうのは健康じゃないんじゃないかってことを僕は思っています そこで僕が打ち立てたのはゴースト t プ,プロジェクトですこちら、まあ、都市環境微生物の研究というのは世界中で行われていて大きいコンソーシアムがありましてメタサブコンソーシアムというもので先導して研究が行われているんですけども日本の都市環境微生物についてはあまり研究がされていませんでしたなので僕はゴースト t プ,プロジェクトというものを東大上智慶応の学生たちと11人で 立ち上げて今皆さんで研究を行っていますテーマとしましては日本における都市環境の大規模 DNA 調査プロジェクトです 大規模な DNA 調査プロジェクトと申し上げたんですけどもやってることは本当に至って簡単です今皆さんが座ってる椅子とか僕が立ってるこのカーペットとかの DNA を綿棒があるんですけども写真の通り綿棒があってそこを3分間こするだけこれでそこの場所のいろんな DNA を取ってくることができるとそしたら微生物もそうだし動植物もそうだしありとあらゆる DNA を持ったもの全てが僕の監視的により分かることができます実際にサンプリングを行っている1つの動画を見てください we are go swab our aim is the survey of urban environmental microorganisms the world around you is full of invisible bacteria viruses and fungi microorganisms move together with human transportations we use swab to make a sample for such microorganisms transportation and visualize it Now, it's your turn to go swab. とということで、まあ、今のようなサンプリングの方法で僕たちは微生物やその DNA を取っています。微生物研究の僕たちが行っている実行手順を簡単にご説明しますと、一番最初に先ほど言った綿棒で DNA を収集するという方法があります。そして収集した DNA から DNA 以外のいらないものを取り除いてあげる、DNA だけを取ってきてあげるという DNA 抽出という工程があります。そしてその抽出した DNA っていうのを、えー、でっかいこういう解析、解読機器がありまして、そこに入れてあげるとコンピューター上にデータとして そして DNA が出てきますそしてそのデータ上になった DNA っていうのを僕は解析していますこの作業が僕はとても好きです実際に DNA というのは本当に4つの文字によって成り立っているんですけども4つの文字の組み合わせ次第で本当に様々な事実が DNA から読み取ることができます一つこのような実行手順を踏むと分かってくる結果を一つご説明します2015年に海外のチームが発表した論文なんですけどもニューヨークの地下鉄の DNA を調べましたというものです こちらニューヨークの地下鉄の何百駅からも DNA を調べたんですけどもなんと調べた DNA のうち半分の DNA というのが最近の DNA でしたということでしたそしてなんと残りの約半分というのが未知の生物の DNA だったんですね僕たちが暮らしている都市っていうのはまだまだ分からないことがたくさんあるとなのに僕たちはこうやって普段平然と暮らしていけるそれは何でなんだろうか本当に健康に被害はないんだろうか僕はこの論文を見てとても疑問に思っています そしてもう1つ、皆さんスマートフォンとかってお持ちでしょうか、多分現代の方はほとんど持っていると思うんですけど、もこのスマートフォンから個人のライフスタイルを予測するという、スタックオンユーという企画がありまして、これは国際コンソーシアム、メタサムコンソーシアムがやっているんですけど、もこちら、スマートフォン、これ僕のなんですけど、もこのディスプレイから DNA を取るんですね、そうすると皆さん、ライフスタイルを予測できるととここれどういうういかっていうと。 皆さんって食事の最中とか食事終わった後とかに多分ほぼ必ずすぐスマートフォンをいじる人が多いと思うんですね特に若い人はそうだと思うんですけどそうすると何が起きるかっていうと朝オレンジを食べましたとそしたらオレンジの DNA がスマートフォンに付着します朝ご飯を食べましたお米の DNA がスマートフォンに付着しますそれを僕たちは調べますそうするとあなた朝ごはん今日何食べたってことが、まあ、割と的確に予想できるんですねで日本であれば僕たちも同様の取り組みを日本でやってるんですけども 日本であれば例えば納豆とか味噌とかそういう微生物由来の食物が出るんじゃないかということで僕たちはおととしこれを実行しています、はい、そうしまして僕たちがやりたいことの一つの目標としましては2020年の東京オリンピックの存在があります東京オリンピックには訪日外国人が4000万人程度来ると言われてるんですけどもその4000万人程度が自分の肌とか服とかにいろんな微生物を持って 無意識のうちに日本に入ってくるということなんですよねなのでその微生物っていうのは日本にそのまま持ち込まれてしまうとただそれがウイルスや病原菌だった場合どうなっちゃうのってことなんですよ日本の複雑な公共交通機関を使ってそれが広がってしまい感染症の拡大や公衆衛生の悪化が懸念されますしかしながら我々はこの微生物の無意識的な流入というのを防ぐすべがありません じゃあ、どうしようかということでじゃあそのインパクトをとりあえず計測しようということを僕たちは考えていますどうするかというとオリンピック前年度である今年、そして来年オリンピック等等開催年そして再来年というこの3ポイントで DNA を取ってあげると都市の DNA を取ってあげますそうすることによってオリンピックの開催前後でどう病原菌やウイルスなどが都市の中で増えたか減ったかそういうものを調べられると僕たちは思っていて今、ことから研究をスタートしています 究極の目標としましては、僕たちゴーサーブが掲げている目標としましては、都市における人と微生物の共生関係を明らかにしたい、そしてその共生関係を明らかにした上での次世代の都市デザインを行いたいということです。例えば今、皆さんが座っている椅子、その椅子の材質は果たして本当に最適でしょうか、悪い微生物が繁殖しやすくはないでしょうか、皆さんが住んでいる家の間取りというのは、本当に微生物の多様性に考慮されているでしょうか。 現代では殺菌や抗菌などの微生物を排除する働きっていうのがとてもまあ良いとされているんですけど僕はその逆だと思っていて都市環境内で微生物の多様性というのを僕たちが住みやすいように健康になれるように適切に処理してあげる適切な多様性にしてあげるそういうことができれば微生物を排除せずとも僕たちはきっと健康な社会を築けるはずです以上がゴースサーブのしたいことでした以上ですありがとうございました